コランダム、コランダム、コランダムは、酸化アルミニウム、炉の結晶からなる鉱物、鉱玉とも呼ばれる、赤鉄鉱グループに属する。純粋な結晶は、無色透明であるが、結晶に組み込まれる、不純物イオンにより色がつき、ルビー、赤色、サファイア、青色などの赤色以外のものなどと呼び分けられる。古くから、磨かれて、宝石として珍重されたが、 現在では、容易に人造でき、単結晶は、固体レーザー、精密機械の軸受けなどに使われ、大規模に作られる多結晶の塊は、研磨剤、耐化物原料などに使われる。なお、地鉄鋼、赤鉄鋼、スピネルなどが混ざる、粒状の不純なコランダムは、エメリーと呼ばれ、天然の研磨剤であった。結晶甲子中のイオン半径は、アルミニウムが 68pm。 酸素が 126pm である。AL と O の位置は共に歪んでいるので、図2にはならない。しかし、三つの O が作るくぼみに AL4 が座り、イコール AL を中心、O を頂点とした六範囲八面体を形成し、くぼみの位置、3は規則的に空いているという点では正しい。この層を積み重ねて、コランダム結晶の模型を組むことができ、積むときは、 国球が座っていない下層のくぼみに上の層の白球が座るようにする図2の A。そうすると、アルミニウムの国球は下の層のくぼみと上の層のくぼみとの間に収まる図2の B。図2は六方章的に描いてあるが、この結晶は皮脂面定常にも描け、結晶構造は対称性に勝る校舎で記述される。アルミニウムの結晶はアルミナともう。 アルミナにはいろいろな結晶構造のものがあり、ズニの構造のアルミナはアルファアルミナである。三角ロムの結晶はコランダムと相似で、ズニの呼吸の AL は CR と入れ替わることができる。微量の CR が入れ替わるとコランダムはピンクになり、2%くらい入れ替わると全くのルビー色になる。これがルビーである。 CR でなく FE などが入ると青色になり、これがサファイアである。ただし、腎臓単結晶、後期では、ルビー色でないコランダムを無色透明のものも含め、サファイアと相乗することがある。防気サイトをアークロで誘拐し生成して作る褐色溶融アルミナ、後期が黒褐色不透明なのは TI イオン、MG イオンが エール4の場所のところどころにあることによる。なお、加熱加工された内容物の少ない白色系コランダムを牛だ、ゲウだともいい、泡ばい、炭鉱、炭性、無色があり、七段を経て美しい色味の青になるのだが、石の質により、どの温度が最高の色になるのかは様々。コランダムは様々に算出する。交渉はカナダ、アメリカ、ロシア、 南アフリカなどにある。ルビーは、ミャンマー、タイ、スリランカで、砂の中から多く採掘される。日本では、大分県の木浦鉱山がエメリーを産出することが、知られており、研磨材や、建設資材として近年まで採掘されていた。コランダム、ルビー、サファイアの単結晶は、次のような方法で人造できる。この方法は、フランスのオーギュスト・ベルヌイユ、 合戦903年に始めたことから、ベルヌイユ法、ベルヌーイ法、とも言う。生成速度が速く、コストが低い。アルファアルミナ他の微粉を酸水素円柱に振らせて液滴にし、それを台座の種結晶の上に垂らし、主結晶と同じ結晶方位に再結晶させ、台座を1時間に数ミリメートルの速度で下げて、長い体結晶に成長させる。 その棒状の炭結晶をブール、ブールと呼ぶ。成長に伴いできる線が同心円状にできるのが特徴。明板を濃く水に溶かし、その中に結晶の粒を吊るしておくと大きな炭結晶に育ってゆく。これと同様な方法でコランダム炭結晶を育てるのだが、アルミナは常圧下の水には溶けないので誘拐したフラックスに溶かす。フラックスには 復化鉛、酸化鉛などが用いられる。この方法によるコランダムは1960年代から製造されるようになった。ルーツボ中の原料を加熱してフラックスを誘拐し、1、摂取00度以上に保持してアルミナ他を溶かした後、1時間に数度の速度で冷却して過飽和状態にすると約摂取900度でコランダムの単結晶が積出する。 この方法は、高子血管の少ないミリメートル単位の単結晶の製造には適するが、実用的な宝石の大きさに育てるには時間がかかる。飽和状態を保って2ヶ月程度電気炉で加熱すると2 0 0ムを超える単結晶の巨大なルビーが得られる。煙状の放有物から天然物とは区別できる。従来は長時間を必要としていたが数時間で、 天然ルビーと同じ構造の六方量水結晶を酸化モリブデンをフラックスとして用い、約1、摂氏零零度でアルミナル壺中で製造する方法を、新州大学の大石修士らの研究グループが2011年に開発した。近く内で起こっている熱水変質作用を人為的に行っていると言って、良い。アルミナはイ気圧の摂氏100度の沸騰水には溶けないが、 四角内の1000気圧以上、1、摂取零0度以上の熱水には溶け、溶解度は温度が高いほど、高く溶けたアルミナは低温のところへ積出する。この環境を人為的に作る。高圧容器の中に水を入れ、原料のアルミナ他を沈め、主結晶を上から吊るし、そこから加熱すれば、原料は高温高圧の水に溶け、上部の低温の種結晶の表面に積出する。 方法自体は、推奨構成のために1960年代に開発されたが、ルビーの場合は、クロムの拡散が難しく、ニッケルを着色剤とすることで1990年代後半になって、ロシアでようやく成功した。生成する単結晶は、格子欠陥が少ないが、装置の構造が複雑で、生成速度が遅いので、あまり行われない。放油物。 赤外線吸収特性などにより天然物とは区別できる。半導体用のケイ素単結晶の製造に広く行われるこの方法でコランダムなどの単結晶を作ることもできる。これはポーランドのジャン・チョクラルスキーが1913年に開発したところからチョクラルスキーポー CZ 法とも呼ばれる。ルツボに原料を入れて誘拐し、 上から吊るした主結晶を原料の液面に触れさせると種結晶の方位の通りに液面が再結晶していく。適切な速度で結晶を引き上げて長い単結晶を作る。ただし、この方法でコランダムなどが作られたのは1990年代の後半である。高種血管は少ない。コランダムは硬いので研磨剤に使われる。また、耐性が高いので 体化物の原料にも使われる。天然の、あるいは腎臓の単結晶のコランダムを粉砕しても、これらの目的に使えるが、高コストになる。そこで、ミリメートル単位以下の結晶からなる、多結晶コランダムの塊が生産される。に対別できる。防気サイトを原料にバイヤー法で作った、バイヤーアルミナも、結晶構造は図ニのコランダムだが、小麦粉のように、 細かい粉で、その粉一粒も10メートル単位の微細な結晶の集まりで、研磨剤には頼りない。雪は、かき氷には頼りないから、一度溶かして、水にし、冷凍庫で氷にすればよいのと、同じに、バイヤーアルミナを一度溶かして固めればよい。有点摂取2050度のアルミナは、図3のアークロで溶かす。垂直の3本の黒い丸棒は、黒煙電極である。 電極の間に電圧をかけて、アークを飛ばして、アルミナを溶かすと、電極と溶けたアルミナとの間に、アークが飛ぶようになる。トン単位のアルミナを溶かしてから冷やし、多結晶の白いアルミナの塊を作る。防気サイトを生成して作った、バイヤーアルミナを使わず、防気サイトをコークス及び、鉄くずと共に、アーク炉で誘拐し、防気サイト中のシリカ、酸化鉄、酸化チタン、 4に酸化チタンを幾分還元し、冷却凝固させた褐色の塊である。原料に鉄くずを加えるのは、幾分の還元により生成する鉄系層合金の密度を上げて沈みやすくし、また、強磁性の蘇生にして、後の工程で磁力選別を可能にするためである。白色余裕アルミナよりもアルミナ分は低く、黒褐色、不透明である。 天然から産出するコランダムのうち、美しいものは、磨いて、宝石、奇跡に使われる。人造の単結晶のコランダムは、固体レーザー、精密機械の軸受け、合成宝石、合成奇跡、腕時計の風防などに使われる。レコードの針にも使われた。アークロで作る、多結晶の塊は、粉砕、精製、整流して、研磨剤、 耐化物原料などに使われる重量で測る消費量はこれが最も多い。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。